アイスホッケー韓国代表は、オリンピックをはじめとする、国際大会に出場する、大韓アイスホッケー協会による、ナショナルチームである。国際アイスホッケー連盟によるランキングは2014年時点で23位。アイスホッケー世界選手権では、ディビジョン1に所属している。ジュニアの試合では1998年、アジアオセアニアジュニア選手権で、タイ代表を92-0で破っている。 冬季オリンピックには2014年ソチ大会まで出場したことがなかった。冬季アジア競技大会の最高成績は3位。韓国が2018年ピョンチャンオリンピックのホスト国に決定したことからアイスホッケー競技の出場権を得るため強化を進めた。2012年、韓国軍のアイスホッケーチームデミョンサンムを設立し、 平役中の有力選手が競技を続けられる環境を整えた。かつては隣国日本との実力差は大きかったが、同年10月に日光市で行われたソチオリンピック一次予選では日本の順位を上回った。2013年世界選手権リビジョンアイグループ A ではイギリス戦に勝利して6チーム中5位で初めて残留に成功。 2014年1月にはアジアリーグアイスホッケーに所属するカナダ人選手が韓国に帰化して代表に合流。しかし地元、韓国で開催した2014年世界選手権は最初の4試合で4連敗し早々に再開とディビジョン1グループ BA の降格が決定。最終戦も敗れて5戦全敗に終わった。 この3部に降格した韓国に対しピョンチャン五輪への開催国としての出場権を付与することには慎重な意見もあったが、韓国協会が作成した協会4年計画を国際オリンピック委員会及び国際アイスホッケー連盟が検討した結果、2014年9月19日に開催されたイーハフ総会で韓国に五輪出場権が与えられることに決定した。 2014年8月、韓国生まれのカナダ移民で NHL でも活躍した、ペック・ジソンが監督に就任。2015年の世界選手権、ディビジョン1グループ B で優勝し、ディビジョン1グループ A 復帰を決めると、2017年には、グループ A で2位に入り、グループ B 降格からわずか3年で史上初のトップディビジョン昇格が決定した2018年ピョンチャンオリンピックでは、予選リーグで、 チェコ、カナダ、スイスと同組となり参拝。準々決勝進出をかけた、プレーオフのフィンランド戦も敗れて敗退が決定した。ありがとうございます。